始まりました。アップカミ。今回のお相手は、拳ファクトリーの浜浦彩乃と、ビヨーンズ地下鉄の江口さやです。ハロープロジェクトのメンバーが、毎回交代で進行していくこの番組。アップフロントグループに所属する様々なアーティストの制作の裏側に迫っていく番組です。普段は見えない部分をこのチャンネル限定で公開していきますので、たっぷり楽しんでください。私たちのレコーディングやリハーサル、メンバーが紹介するメイクやヘアアレンジなど、制作の裏側をお届けしていきます。ということで、まずは MC2 人の裏側に迫っていこうと思います。私はダンスをするときに意識していることがあるんですけど、それは思っている以上に重心を下げて踊るっていうことで、1年半前ぐらいと身長が16センチぐらい変わったので、この間に1年半の間に、はい、なので、すごいな。今まで通りのこう体の使い方で踊るとどうしてもこう高くなって、ね、はい、揃わなく見えてしまうので、できるだけ重心を落としてみんなで揃えるように頑張っています。私も拳ファクトリー結成した時は8人でドスコイ研究の大胆っていうデビュー曲をやってたんですけど、はい、ドスコイって腰を落とす時の高さをこう身長ちっちゃい子に合わせなきゃいけないから結構大変だったことを覚えてる。そうだよね、そんな感じだよね。そんな感じですね。ね、これからもね頑張って重心下げて、はい、私も拳ファクトリーでダンスについてなんですけど、曲を何回も聴いてこうカラオケに入っている楽器のアクセントとかをなるべく取るようにしていて、これをやり始めたのはアカペラをやり始めてからなんだけど、こう拳ファクトリーでアカペラをやってる時にこうベースとかがこう楽器の音をね言ってるわけよ。それで、あ、この楽器の音って曲にも入ってるのかなっていう風に思い始めてカラオケをたくさん聴くようになったんですけど、まあ、曲で言うと Go to the Top っていう曲をアカペラでやっていて、ギターの音がこう A メロから B メロにかけて入っているギターの音がすごいかっこいいなって思ってカラオケ聴いた時にすごい入ってたんですよ、はっきりと。あ、私この音を聞き逃してたなっていう風に思って最近では撮るようにしています。それでは今回のアップカミ、まずはこちらから。カントリーガールズワンサマーナイト真夏の決心ミュージックビデオ撮影メイキング、8月24日配信になりました。カントリーガールズの配信楽曲ワンサマーナイト真夏の決心のミュージックビデオ撮影メイキングをご覧ください。ワンサマーナイトという今回曲で、歌詞も、まあ、高校生のなんか気持ちに、沿ってる内容でしたので、まあ、メンバーを高校生にそれぞれ将来だったり勉強だったり恋だったりという悩みを持って一夜の物語を作りました。今はですね、好きな人に付き合ってくれるならこのグラウンドに来てくださいっていうメールを送信して既読がついてどうしようっていうシーンを撮ってたんですけど、ドキドキ感をちゃんと出せてたかどうかっていうところがちょっと勝負でした。そうですね、今日は制服ということで、私今高校3年生なんですけど、高校2年生の役なんですけど、現役高校生ということで、ちょっとね、誰よりも現役感を出して JK らしい、感情を出せたらなと思ってます。これから、そうそう、恋モードに入って、はい、もういきなりですか、いきなり振り回って、ってあ、こんな幻やってる場合じゃない、なんかこうバネみたい、似合う。すごい。本当にホームランやってる、すごい、本当にやってるんだね。すごい、完璧、本当にホームラン打ってたんだね。すごいですね。小関さんはホームランカットがした、はい、それを見るシーンを撮ります。本番始めました、スタート。小関さん、
キン。かわいい。ほら。はい、はい、カット。カキン。ほら。はい、はい、カット。はい、ありがとうございます。もうこんなんで悩んじゃって可愛いわと。で当然こっちでしょという感じで、山木さんがこっちだよねとなんかこう手をそうそう こっちじゃんっていうふうに来たら僕がカコンと言います。そしたら携帯を取って、そしたら船木さんから山崎さんがもうボックスでやってきてるから2人で見合って笑うと。はい、よーいスタート。そうですね、さばいてもらって。はい、山木さん。キコーン。はい、カット、オッケー、オッケーです。よーい、スタート。はい、ありがとうございます。よし、じゃあ会話なしで笑顔だけで、笑顔だけで、笑顔だけで会話、はい、いいじゃないですか。笑顔だけ、あ、尾関さんの笑顔が、はい、いいですね。はい、はい、カット、はい、OK。あ、紙飛行機に居るんだ。そう。はい、はい、カット、はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ、なるほど、そのまんま、船木さんの顔ですね。はい、船木さんがあれ何やってんのこの人って言ってましたね。どうしたのかもしれない。はい、よーい、スタート。降り始めた。降り始めました。はい、はい、カット、はい、オッケー、はい、オッケーです、ありがとうございます。花火のシーンは、これまでストーリーをずっと、追ってきた中で、一つの切り替えといいますか、幻想的なシーンを入れました。めんめん楽しいね、楽しいっすね。楽しいね、楽しいっすね。いろいろあったけど今日そうだね、振られたけどそんなの友情で大会目が合った楽しそう。ひろちゃん、面白い。Bye.
どのシーンもすっごい可愛さがめっちゃ詰まってて、うん、あの映画みたいな感じで、ね、みんな演技してて、ね、はい、可愛かったです。なんか歌詞がさ、歌詞とこう映像がリンクしてるから、はい、すごいいい歌詞が伝わってくる、うん、余計よく聞こえるし、なんか切ないなって思うけど、みんなすごい可愛いんですよ、笑顔が。だからすごい素敵だなっていう風に思ったりして、あとホームランのところね、すごかったですね。本当にホームラン打ってると思ってなかった。すごい本当にすごいなと思いました。以上、カントリーガールズワンサマーナイト真夏の決心ミュージックビデオ撮影メイキングでした。久しぶり、元気だった？続いてはこちらです。ビヨーンズ熱い小林ほのかのピアノレコーディング。小林ほのかによるビヨーンズの楽曲熱いのピアノレコーディングの様子をご覧ください。はい、じゃあ行きましょうか。はい、お願いします。どうぞ。ごめんなさい。ごめんなさい。じゃあもう一回行ってみましょう。はい、すいません。で、ちょっとバスが足りなかったので意識したんですけど、上が今度足りなくなっちゃいました。じゃあ前もうちょい行ってみようか。はい、お願いします。お願いします。どうもーい。もう一回お願いします。オッケー、じゃあもうちょい行きます。はい、いいかも。ちょっとこっちで聞いてみようか。はい、一度こちらへ。はい、一番最後が一番。はない、うん、と思います。あの、ちゃんちゃんちゃん、ちゃんちゃんちゃんのこの、ちゃん、ちゃんの音がちょっと気になるんですけど。うん。ちゃん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 のグーあたりをね、ぐーだけしてください。ダン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 、4発目ね。もう一回消して。まあそれ踏まえもう一回やって改善できるならトライしてみるのありかな。ちょっと一回だけやってみるか、うん、はい。うん、それぐらいなんか優雅な感じで、はい、最後はちょっと強めで抜けるみたいなね。はい、thank you.
何やそのポーズは。いけたってこと。オッケー。じゃあ感想いこうかな、次の。あの、すごいお手数なんですけど、うん、あの、空気の温度下げてもらうこと、あ、空気の上げてもらうことできますか。そうね。暑いやってるのに寒いとどうやれねんと。ちょっとまあいろいろこちらも試し試しなんで一回ちょっとやってみましょう。はい、わ、はい、かりました、はい、お願いします。お願いします。もう帰ってみよう。お願いします。じゃあ今と同じとこに。はい、ちょっと気持ち落ち着けて。はいはい、じゃあはい、お願いします。行きましょうか、どうぞ。聞いてみる？聞いてみます、うん、これでできた。ずっと暑いの曲はあのイベントで弾いてきたので結構手に入ってる感じで、レコーディングするのもまあでもちょっとあのパッセージが難しいっていうのもあるのでちょっとミスもあったんですけど、まあうまく弾いてよかったなって思います。クラシックの難しさはやっぱりなんかその音の関係を考えたりとか、どの音がどのぐらい強いのかとか、ゆっくりな曲でも速い曲でも考えていくんですけど、まあ、ポップスはやっぱノリと勢いでとにかくリズムに乗せるみたいなのがあのそんな感じの違いがあるかなって思います。熱いでね、ヘドバンした後に冷静になってもう一回弾くっていうことを生かしてちゃんと間違えないようにというか、こう皆さんにお聞かせできるようなパフォーマンスができたらいいなって思います。いや、ほのかちゃんのねピアノすごかったですね。ああいう風に弾いてるんだっていうのを初めてちゃんと見たので、うん、本当にすごいなと思ったんですけど、ほのかちゃんがあ失敗したっていう顔とかもしてたじゃないですか、うん、でも私初心者なので全然失敗してるように聞こえなくて本当に綺麗だなっていう風に聞こえてたんですけど、まあ、ほのかちゃんがねこだわり抜いたピアノのね音源があるということでね、すごいなんかそういうの聞いてなんかあこれすごいいいなっていう風に皆さんも思っていただけたらなと思います。あのいつもこう熱い踊ってる時は、うんうん、実際こう踊ったり歌ったりしてるので、うん、ほのかちゃんだけのピアノを初めて聞いたんですけど、すごいなんかもう指がすごかったですよね、うん、ライブでもね注目してほしいですか。はい、注目ポイントです。以上、ビヨンズ熱い小林ほのかのピアノレコーディングでした。すごく好き。拳ファクトリーの浜浦彩乃と
ビヨーンズ地下鉄の江口沙耶がお送りしているアプカミ、続いてはこちらです。椿ファクトリー岸本ゆめののメイク講座。椿ファクトリー岸本ゆめののメイク講座です。今回は個性的な洋服に合うカラーメイクを実践してくれています。それではご覧ください。椿ファクトリーの岸本ゆめのです。本日は個性的な洋服に合うカラーメイクをご紹介していきたいなと思います。私はアイシャドウが基本メイクの一番好きなポイントなので、なんかたくさん持ってるんですよ。で、いつもメイクしながらその日の洋服とか気分に合わせてなんか考えながら選びながら色を決めていくんですが、すごいね、めっちゃカラフル、いっぱい色があります。じゃあまずはシルバーをラメですね、これ色っていうよりはこう全体的にまぶたにのせていきます。だいたい眉毛の下のラインから、ま、何ですか、まつ毛の生え際のこの幅の3分の2ぐらいをこのシルバーに塗っていきますね。簡単に。OK、まあ、後で足せるので、次は赤と青両方になんか角度によって赤と青に見えるっていう色があるんですよ。すごくね。まぶたのさっきよりは狭い範囲に塗っていきますね。なんか若干アイラインを引くよりもちょっと太い幅ぐらいで、アイラインの道筋みたいな感じの軌道で色を乗せていきます。この時点で私は、強めのメイクが好きなので、いつも最終的にアイラインをすり目っぽくするんですよ。なのでこの時点で、アイシャドウもちょっと上に跳ね上げるように目尻の方は塗っていきます。もうこれだけでかっこいいよね。では上まぶたの方のアイシャドウが完成したので、アイラインを引いていきたいと思います。アイラインは黒とか茶色でも構いませんが、今日はちょっとカラーメイクをしたいので私は青を引きます。まず目尻から引いていきます。なんだろうね、イメージは私目の下のこの目の下のこの枠の形あるじゃないですか、その延長線にアイラインが上に、この延長線にアイラインが上に跳ね上がるような感じで描いていきます。ここは結構難しいです。私いつも片方アイライン引いた後にもう片方アイライン引いて左右角度が全然違って消したりっていうのを繰り返すのが多いので、アイラインは時間取る場所かもしれない。でも今日うまくいったな。でこれで今右から先にやって左やったら長かったんですよ。だから右今カットするんですけど、これ繰り返していくとどんどん長くなると注意してください。そうだよね。今私がやっていきます、はい、目尻はこんな感じで、あとはお好みでまぶたの上とかも引いてもいいかもしれないですね。私は今日は目尻だけでいいと思います。ということでアイラインはこんな感じです。それでは続きまして、お待ちかねの目の下お待ちかねの青系でまとめたいんですが、あんまり青を使っていないのはここで青を使いたかったからなんですよ。目の下に今のアイラインを引いちゃうとちょっと印象が強くなりすぎるので、アイシャドウの青を目の下に入れていきます。この時に上にも足すかもしれないです。それはバランスを見ながら。よし、じゃあ目の下に細めのブラシで取って、下まつげの何でしょう、生え際、根元、まつげの根元みたいなところをちょっと青で、で全部は下全部は描かないですね。目の半分ぐらいまで。OK、青を入れていきます。でもだいぶ印象が変わる。ちょっと強くなりましたね。OK。アイシャドウ使うのは大体この辺まででしょうか。
それではマスカラを塗っていきます。なんかこれはメイクさんとかにメイクしていただくときにいつもまつげ上げるとき下見てって言われるので自分で上げるときも下見てます。ではまつげが上がったのでマスカラを塗っていきます。今日は黒を塗ります。メンバーの尾形梨沙ちゃんに教えてもらったんですがマスカラこれ本当はまっすぐなんですよ。もともとでも自分でギュッて折ることによって塗りやすくなる。尾形梨沙ちゃんにマスカラ借りた時にそうしてて勝手に真似しました。じゃあ塗っていきますね。これはもうみんなと変わりないですよ。OK です。下まつげは塗ったり塗らなかったりします。それでは最後にリップを塗っていきます。リップも今日ちょっといろんな種類持ってきたんですよ。まあ、保湿のものとどれにしようかな。なんかこうやって元気なメイクした時はこういうちょっとなんですかポップなピンクを塗ったりとか。でも私は結構渋めの色が多いんですね。似合いそう、ね、深めの渋めの色が多くてこう茶色とか一番よく使ってるバーガンディの色のティントですね。塗っていきます。ティントって結構濃くなっちゃうじゃないですか。私あんまり濃くなりすぎるのが好きじゃないのでいつもここまで出さずにここから取ってるんですよ。この柄の部分塗っていきましょう。さっき最初に塗る上に塗ったからこのまま塗っていきます。じゃあこのなんだろう本当にブラウンに近いような色をちょっと重ねていきます。ちょっとどうなるかわからないけど。うん、うん、すごい。リップの色がアイシャドウと合ってるじゃない、ね、完成しました。本日の私のその個性的な洋服にも合うカラーメイクのポイントはですね、今日私なんか青系の服を着てるじゃないですか。なので青系のアイラインとか、まあ、アイシャドウとかを塗ったんですが、まあ、服の袖がシースルーなのでちょっとシルバーでなんかイメージをマッチさせたりとか、あとはまあ青だけでメイクするとちょっと本当に一色になっちゃうのでリップとアイシャドウは、まあ、青にも赤にも見えるのでそこでもう一色入れてみたり、アイラインは強さを意識してちょっと跳ね上げてみたりがポイントです。ナチュラルメイクとか、まあ、普段自分がするメイクもうそのままもいいと思うんですが、ちょっと冒険してみたい時とかにこうやって自分の洋服の色とかに合わせて黄色とかピンクとかあと緑、グリーン、パープルとかいろんな色があるのでこのアイシャドウの部分も全然そのまま変えちゃってなんか置き換えて真似していただけたらいいんじゃないかなと思います。個性的な私服にも合うカラーメイク挑戦してみてはいかがでしょうか。ということで以上椿ファクトリーの岸本ゆめのでした。ぜひ真似してみてください。はい、なんかすごいこだわりがあって色の使い方とか、うん、いつもそんな結構カラフルな色を使わない方なので、うん、岸本さんにすごく合ったメイクですごいなと思いました。ね、なんかメイクする前はさすごい可愛らしいお顔してるのに、はい、メイク完成後すっごいすごいかっこいい、はい、うん、女性みたいな感じで本当に素敵だなって思いましたし、マスカラの曲げるやつすごいですね。あれ初めて知りました。ね、真似する人増えそうですね。増えそうですね。以上椿ファクトリー岸本ゆめののメイク講座でした。あなたのおかげで私も頑張れます。浜浦彩乃と江口沙耶がお送りしてきたアプカミ、お別れの時間となりました。はい、今回たくさん映像を見てきましたけど、はい、私一番印象に残ったのがやっぱり岸本ゆめのちゃんのメイク講座が本当にためになりましたね。私メイクあんまりこだわったことがないんですよ、うん、いつも同じメイクをしてるんですけど、岸本ゆめのちゃんみたいにこう気分に合わせてとか洋服に合わせてするメイクって本当になんか楽しいなって思います、うん、それだけで毎日違う、うん、なんか生活ができるのかなっていうふうに思ったので私も試してみようと思いました。はい、私は小林ほのかちゃんのピアノレコーディングなんですけど、うん、
なんかこうビヨンズならではのそういうレコーディングというか、うんうん、珍しいレコーディングをこう見れてよかったなと思います。そう、ライブとかでもね、楽しみですね、はい。アップカミではアップフロントグループに所属する様々なアーティストの制作の裏側に迫っていきます。普段は見えない部分をご紹介していきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。今回のアップカミ、お相手は拳ファクトリーの浜浦彩乃とビヨンズ地下鉄の江口沙耶でした。さようなら。
Yes, that's for your best.